今年の例平川は正直 J2 全ミッドフィルダーの中でトップだなと僕は思う。あらま。あらまあらま。うんまあ、何がトップかって言ったらパスの成功数とかあとはラストパス、そのシュートに繋がるパスとかが2位の倍とかなんですよ、うん、1>, 1人だけ。倍こ <laughs> りゃナンバーワンだわ。そうだから、うんで、だから普通に考えたら J1 が誰を取るかって調査するなら、うんうん 平川選手がリストアップされないのはもうおかしいレベルなんですね。なるほど。で、このまま行くとまだわかんないけど、どう考えたらミッドフィルダーが抜けるチームがあるじゃないですか。うん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 。まあ、ビッセル神戸さんですよね。あ、イニスタさんってことそういうことですね。おおなるほど。うーん。 ってのと、そういう、その、キラーパスーあの、今、例えば山口蛍選手とか、斎藤光月選手とかもいるけど、彼らもそれこそラストパスがうまい選手だったりするので、はい,はいはい。中盤でかわしながらパス出せる人で考えると、るね、平川選手目につけてもおかしくないかなと思っていますれの活躍声今してるってことね。そうですね。なるほど。でも、ただ、うん、本人はやっぱり去年のあのリベンジ従ってる部分もあるので。元でね、あの、小学プレオフ、うん、最後。そうです、ね、ポストに当た,った でも、あれを克服したよゴール決めてるよね、こ、ね、そうなのよ。食ってきちゃう、うん、おじさんあのに食ってきちゃうわけ。いや、来るね,ーね。あとは竹窪の活躍も横目に見てるわけでしょあるでしょうね。そういうところから、平川くまた代表までこう駆け上がってきてほしいなと思います,すね。はい。はい